俺、嫌われてんのかな？普通置いてくか？仲間を道端に。説得しない？仲間なら。二人で説得してくれたらさ、行くからね、俺だって。それなのに二人でさ、怖い山の中へ、スタコラさっさですか。置き去りにされた俺の気持ちよ。はぁ、あ。ねずこちゃんだったらきっと優しく励ましてくれるに。違いな。ん？あああいつ炭治郎、ねずこちゃん持ってった。なんで俺の大切なねずこちゃん持ってってんだ。とんでもねえ炭治郎だ。危ないとこ連れてくな、女の子を。バカ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 。ねえ、こちゃん。なんかチクッとした。なんじゃもう、腹立つ。炭治郎たちも見つかんないし、最悪だよ。どこ行ったのよ。どっちよ。ねえずこちゃん、炭治郎。こんなところはねずこちゃんに似合わない。ねずこちゃんに似合うのは一面の花畑でしょう。ふと思ってみれば、俺今一人じゃない？一人ってことは、鬼が出たら大変なことになるんじゃない？どう？だった、炭治郎、どこよ？え？何？何なの？ねえ、なんか俺をつけてない？ねえねえねえ、つけられてない？やめてやめて、もうガタガタだから、足も心もガタガタだから。いやー、めちゃくちゃ出てきた。普通さっきので終わりでしょ。なんで出てくるのよ。俺の心をもてあそばないで。もういないじゃん。どこにもいないじゃん。炭治郎、俺のねずこちゃんをどこまで連れて行ってるのって話よ。ほとんあと臭いんだよ、この辺臭い。雲がカサカサする音すごい気持ち悪いし、いや雲も一生懸命生きてるんだろうけどさ。もううるさいよ、じっとしてて。いやー、こんなことある。いやー、地面なんですけど、地面雲なんですけど、どういうことこれ、どういうこと。夢であれ夢であれ夢であれよ、お願い。夢であってくれたなら俺頑張るから。起きた時ねずこちゃんの膝枕だったりしたらもうすごい頑張る。畑を耕します。一旦でも二旦でも耕してみせる。だから悪夢から覚めてくれ。な、何あれ何あれ何あれ、人間が雲にされてんの？家浮いてんの？なんかチラチラ見えるけど、糸。そしてくっせー、刺激臭すげー。鼻が効く炭治郎なら死んでるわ。喉まで痛くなる匂いだ。涙出てくる。目も痛い。
くでか、でっか、でかいわ、でかすぎるよ。俺、お前みたいなやつとは口聞かないからな。お前はもう負けてる。話しかけんなよ、嫌いなんだよ、お前みたいなやつ。手を見てみな。はぁ、手、手が何さ。え、毒だよ、噛まれたろ、クモに。お前もクモになる毒だ。師範国語には俺の奴隷となって血を這うんだ。まずは手足にしびれと痛みが出てくる。次にめまいと吐き気が加わる。さらに激痛が来て体が縮み出し失神する。そして目覚めた時には、いやいや、何してるんだお前。うるせえよ、うるせえ。怯えることはないぞ。毒が回りきって雲になったら知能もなくなる。いや、だからそれが嫌なんだわ、それが。なんでわかんないのお前さ。友達恋人いないだろ、嫌われるよ。嫌だ嫌だ、あんな風になりたくない。しっかりしろ。泣くな、逃げるな。そんな行動に意味はない。嫌な人生だよ。雷に打たれてさ、髪の色変わるし。俺が一番自分のこと好きじゃない。ちゃんとやらなきゃっていつも思うのに、怯えるし逃げるし泣きますし。変わりたい、ちゃんとした人間になりたい。でもさ、俺だって精一杯頑張ってるよ。なのに最後髪ずる抜けで化け物になんの。なんなんだこいつは。いや、ちょっとでいいから一人にして。ちょっとでいいから、ちょっとでいいって言ってんじゃん。こんなこともわからないくらい知性なくなっちゃうの。うわあ、やだやだやだ、勘弁して。バウ失神？なんという腰抜けだ。俺たち一族を殺しに来た鬼狩りではないのか。頭から落ちて死ぬぞ。何なんだ。信じるんだ。地獄のような鍛錬に耐えた日々を。お前は必ず報われる。なんだ、先ほどまでと雰囲気が変わった。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。こいつ、行け。ちっ、しつこいやつめ。お前たち飛びかかれ。雷の呼吸、一の方。なんだ、空気が揺れる。人間不正が。霹靂一閃。一つのことを極めろ。極炎。切られたのか、俺が、あいつに。毒でろくに手足が動かせない奴に。
見るんだ。幸せな夢なんだ。俺は強くて、誰よりも強くて、弱い人や困っている人を助けてあげられる。いつでもじいちゃんの教えてくれたこと、俺にかけてくれた時間は無駄じゃないんだ。じいちゃんのおかげで強くなった俺がたくさん人の役に立つ夢。でも、もうダメだ。諦めるな。諦めるな。呼吸を使って少しでも毒の巡りを遅らせる。痛くても苦しくても楽な方へ逃げるな。じいちゃんにぶったたかれる。そうだ、炭治郎にも怒られるぞ。もしもし。誰だ。もしもし、大丈夫ですか。